2024年のパリゴリンに向けて日本サッカー協会が言う23日本代表の招集に本格的に乗り出すことが明らかになったその中で注目の選手である MF 久保健英の招集に向けた交渉が進行中であることが報じられたまた OA オーバーエイジ枠の選手としては板倉宏谷口翔吾町田宏樹 田中・オイラが中心に据えられる方針であることも判明したこれらの動きは日本代表の戦力強化とメダル獲得への熱意がにじみ出ている久保健英は21歳の若さですでに世界的な注目選手として知られておりその技術と才能は日本代表においても大きな期待を集めている彼の招集に向けて協会が本格的な交渉に乗り出すことは 彼の能力を最大限に生かし、日本代表の戦力を強化するための重要な一手と言えるだろう。特に、彼の過去の東京五輪での敗戦に対する悔しさや雪辱への思いが強いことが報じられ、彼の五輪出場への意欲が高まっていることがうかがえる。一方、応援曰くの選手として注目されているのは、板倉宏、谷口翔吾、町田宏樹、 田中オイラである彼らは経験豊富な選手でありその実績や能力を生かして日本代表の中核を担うことが期待されている特に CB センターバックの補強は日本代表にとって重要な課題であり彼らの存在は守備面の安定性を高める上で不可欠であるこれらの選手の招集により 日本代表は攻守においてバランスのとれた婦人を整えることができるだろうそして彼らの活躍によって日本代表はメダル獲得への道を切り開いていくことが期待される2024年のカリゴリンに向けて日本サッカー協会が言う「23日本代表」の招集に本格的に乗り出し その中で注目の選手である久保建英や応援いわくの選手らを中心に布陣を固める動きが報じられた彼らの招集によって日本代表は攻守においてバランスのとれた強力なチームを形成しメダル獲得への期待が高まっているこの動きが日本サッカーの未来にとって新たなる光をもたらすことを期待したい。